はい、始まりましたしゅうちゃんオートです。今回はですね、浜松オートで行われています、SG の全日本選抜、こちらの2日目のですね後半戦7レースから12レース、こちらの模様を取っていきたいというふうに思っておりますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。さあ、いよいよ後半戦ですね。このレース6番佐藤裕二、ここからちょっと勝っています。あとノリダーも頑張って、裕二け裕二け伸びろ、と伸びろ、伸びねえか、伸びねえや。2番の吉田圭介も枠を残していく。1番鈴木健吾、2番の吉田圭介、内枠2人がトップスタートです。3番手に5番の東尾のインコースを狙ってきました。8番の浦田慎介、東尾のまで捉えてここで3番手に上がりました。ついていけるか。7番の有吉、こちらも内に切り返して今4番手上昇です。6番の佐藤裕二はスタート決まらず6番手の位置です。ダメだ。先頭1番鈴木健吾、課題のスタートを残してみせました。逃げる展開です。2番の吉田圭介をさばきました。スタート切れんか。 SG 初出場の2番の吉田圭介は現在3番手を追走しています。残りは4周回。3番手から離れまして4番手、7番の有吉、その後ろが6番の佐藤裕二、じわじわ追い上げて現在5番手ポジションを上げてきています。いや、内枠で残んだこれ。前の2人はハンドルがなくなりまして、浦田がこれは攻めそうだ。1番の鈴木健吾を捉えて残り3周で先頭に立ちました。今日も早めの攻めを見せます。8番の浦田、1番の鈴木健吾が2番手、どこまでこの浦田に食らいつけるか。2番手から3番手も4写真と5写真差が開きまして、2番の吉田圭介、そこから3写真後ろ上がってきているのは6番の佐藤裕二、そう2番の系佐藤裕二、スタート決まらず後ろからでしたがじわじわ追い込んできています。今4番手まで来ました。3番手にも接近しています。8番の浦田は抜け出して1番の鈴木健吾2番手、3番手に6番の佐藤裕二、裕二2着まで取れたよな。絶対これ2番の吉田を捉えました。3番手上昇で残りは1周。わあ、これで内枠で残んの。浦田慎介、今回の SG 初日、そして今日2日目と連勝を決めることになりそうです。外枠ダメだなこれ。1番の鈴木健吾はコースタートから2番手粘っています。3番手は6番の佐藤裕二、1番の鈴木健吾2番手残ればこれは波乱となりそうだ。浦田慎介は連勝でゴールイン。8レースですね。このレースは3番の鈴木弘和、いったれ、大輔も頑張れよ。3秒を切りました。8レース、いけ弘和、スタート伸びろ、きました弘和伸びろ。3番の鈴木弘和、注文通りスタートを決めていきました。トップでいきます。外枠勢はどうか。7番の久門が飛んでくるもこれは阻まれた。8番の永井大輔は後方7番手からのレースです。3番の鈴木弘和がトップ、落ちと早船ついてけ、落ちと早船ついてけ。2番の早船、外から5番の西原、そして7番の落ち早船ついてけ、そのまま8番の永井が7番手から4番手にポジションを上げてレースは2周目のバックス。早船け早船け。3番の鈴木弘和、今日も注文通りのトップスタートで逃げ体勢を作っています。まだ序盤戦大きなリードではありません。ついていく1番の落ち、3番手に8番永井上がってきました。長井がポジションを着々と上げてきています。弘和逃げろ、後ろは2番の早船、その後は5番の西原という体勢。弘和逃げろ。3番の鈴木弘和、この辺りからじわじわとリードを広げていけるかどうか。1番の落ちが2番手、8番長井が落ちの後ろ3番手、残りは3周回です。2番手は1番落ちと8番長井、ここは25機同期対決。1番落ちに対して8番長井、車を内に向けてこのバックストレッチでそこで入れちゃうのか。刺していきます。2番手に上がりました。弘和頑張れ。長井が2番手に上がって逃げる鈴木弘和を捕まえきれるか。レースは終盤残り2周回です。弘和伸びろ。長井の追い足が今日は非常に目立っています。先頭鈴木弘和との差まだ4写真ほどありますが、長井残り1周半どこまで縮めていけるのか。逃げろ弘和、それとも人間鈴木弘和が逃げ切るか。逃げろ。コーナー立ち上がって残りは1周です。逃げろ。青旗振られてファイナルラップ。3番手は1番の内が粘っています。先頭2番手の感覚がなくなった。やばい。鈴木弘和に対して長井がインコースを攻める。最終周回3コーナー入った。あ、長井が鈴木弘和を最終コーナーで捕まえて先頭、鈴木弘和インからやり返しを狙います。やり返した。しかしここは8番長井大輔か。
ビッグレースですね。このレースはやっぱりスタートを切れてきてる荒尾選手、ここから頭ですね。あとは若と岩田行け。スタートしていきました。10メートルのスタート、ここは全く並んでいます。6番の岩崎が1人外から飛び出していきました。一気にかましていく6番の岩崎、1番の影山が抵抗していく、3番の浜野がその後ろ、その後に7番の若井と8番の荒尾、この2台を争って、真ん中からは4番の岩田となっています。1番の影山スタートを残し切りました。トップで2周目に入ります。6番の岩崎が2番手、3番の浜野が3番手、7番の若井が4番手、その後に8番の荒尾、中段の5番手の位置取りです。アロー、どこまで来れんだ。スタートを残して、今日はどこまでこの先頭の位置キープできるでしょうか。6番の岩崎が2番手、3番浜野がチャンスを伺っていますが、まだ3番手、その後に7番の若い、8番の荒尾と追走しています。体勢まだ変わりません。ダメだ、これ入れないよ。6番の岩崎、3番浜野、7番の若い、そして8番の荒尾、2番手以下は混戦状況となっています。うわ、3番浜野がインコースから6番岩崎を捉えに行きますが、この差しなかなか決まりません。荒尾が道を見つけたか、しかしここは一歩引いた。そこで入れねえか。3番浜野が2番手に上がりました。6番岩崎3番手、7番荒尾が4番手、若井が5番手です。競り合いが続いて残りは2周回、ここで3番浜野、1番の影山を突破、先頭に上がった浜野順先頭です。影山2番手、岩崎が3番手、若井が外からまくって3番手上がるかどうか。若井もインコースを狙っています。ここは中段5番手の位置で残りは1周、青旗振られてファイナルラップ。荒尾に勝つ、ミーダス3番手に上がった。影山に対してもまくりを打って、このまくりが決まって荒尾2番手、新ちゃん3枚残るんだよな。しかしここは2番手、最終周回3コーナー、影山が3番手粘っている。岩崎はその後4番手、いや浜野負けちゃったよ。3番浜野、荒尾を振り切ってゴール。10レースですね。ここは3番の柴田選手、ここに注目です。10レース、スタートいけ。スタートしていきました。10メートル争いのスタートです。10メートルのスタート、最内から1番掛川、しっかりと強門を残していく、トップスタートを決めました。2番の青木、その後が3番の柴田と枠内発進。内に潜り込んだ7番の篠原がイン狙ってきます。4番の金ヶ谷、ここは5番手、8番の伊藤信夫、外から6番手です。5番の鈴木、6番の内山は後方という体勢です。内枠勢が主導権を握りました。1番の掛川、2番の青木、3番の柴田の内枠、柴田伸びろ、柴田伸びろ、柴田伸びろ、ここで3番手に上がりました。伊藤の方は5番手、金ヶ谷の後ろ6番手、今インコースから5番手、中段に上がってきています。レースは残り4周回です。1番の掛川が後続を抑えて逃げます。2番の青木、掛川をさばかなければいけません。しかし掛川を抑えます。青木2番手変わりません。3番手には7番の篠原、4番手には3番柴田の内目から、8番の伊藤信夫上がってきて、信夫きついな、これ4番手争い、残り3周回です。隊列は変わりません。1番の掛川が逃げます。2番の青木、何度も何度も内目狙っていますが、掛川のインコースは簡単には入れません。3番手に7番の篠原がいて、その後伊藤信夫、ここで伊藤信夫がインコースを狙ってきました。篠原の内目入って3番手に上がりました。さあ、あとは1番の掛川、2番の青木、この2枚ブロックを突破できるかどうか。残り1周半を通過しています。掛川が逃げる、ここでやや膨らんだか。2番の青木も付き合って、8番の伊藤信夫内目狙って、青旗振られてファイナルラップ。ここで2番の青木をかわして伊藤信夫2番手、さあ先頭までいけるかどうか。掛川が抑えきるか。伊藤信夫2番手、2番の青木3番手、最終周回3コーナー、伊藤信夫内を救ってきた、届った。1番掛川、8番伊藤信夫並んでゴール。さあ、11レースですね。まあ、ここは定位置で頭は硬いと思うんですよ。あとは3番と4番、こちらを2着付けかかってます。あとは岡部選手もよかった、いけ。スタートしていきました。ややバラバラとした高宗になりました。2番の森谷隼人、トップスタートを決めます。ついていった高宗、今日はスタートを決めました。3番手は4番の
田村次郎しのいだ6番の松本、しかし外から鈴木圭一郎、先に内から仕掛けていった6番の松本、同期の高宗をインから捉えて2番手、しかしその内側来ました、鈴木圭一郎インから突破、ここで2番手に一気に上がってきました。3番手取り返せるか、4番田村次郎、抑えた松本、前が変わります。2番の森谷をさばいて鈴木圭一郎、2周3コーナーで先頭に立ちました。2番の森谷、ダメだ、この2番手の位置をどこまでキープできるか、3番手が6番の松本、その後インコースを狙った7番山田、やや滑り気味か、ここで4番手です。残りは3周を切ります、残りは3周半です。2番手が2番の森谷、3番手が6番の松本、追い上げてこれるか、7番の山田達也、現在4番手です。レースは残りここで3周回です。鈴木圭一郎はしっかりと早めに抜け出して独走態勢に入っています。2番の森谷が2番手をキープする競争になるか、6番の松本が接近していく、そこに続いて7番の山田達也、3者での2番手3番手争いということになりそうです。2番の森谷が2番手、6番の松本がインから仕掛けるか、7番の山田が外からまくるのか、残り2周回です。内から6番の松本康、ここで2番手に上がりました。続いていくのは7番の山田達也、今3番手森谷をさばいて上がってきています。先頭鈴木圭一郎をはるか先ちぎっています。あとは2番手松本か山田か、この2番手争い、青旗振られてファイナルマップ、2番手変わりました、7番の山田達也が上昇しました。先頭8番の鈴木圭一郎、大きく後続を引き離しました。2番手7番の山田、3番手は6番の松本、最終周回3コーナーに入ります。8番の鈴木圭一郎、人気に応えました、連勝5輪、2番手は7番の山田達也、6番の松本。いよいよ最終レースですね。ここがっつり取って明日につなげたいです。周平頑張ってくれ。あとは高橋義弘、スタートがっつり切っていけー、義弘内枠勢、1番の小栗スタート残せるか、2番の高橋、4番小林、外根から6番の岩見隆が少し流されてしまいました。8番大山周平は4番手うまく切り抜けて、そしてインコースからここで3番手2番手まで上がってきました。8番の大山です。2番の高橋がトップでいく、続いていた8番の大山、その後3番手1番の小栗をインコースからかわして7番の松尾ひろふみ浮上しました。1番の小栗スタート懸命に切ったんですが、4番手まで早くも交代、その後は4番の小林瑞希、後方に5番竹田、6番闇、3番辰巳最高です。2番高橋義弘、8番の青山周平捕まえていくか、まだここは抑えた2番の高橋義弘、8番の青山が2番手、3番手は7番の松尾ひろふみ、上位人気の車は前、1番の小栗がそこに懸命に食らいつく4番手です。4コーナー勝ち上がって残りは3周です。ここ2番の高橋義弘にもう一度タッカー、8番の青山、この1コーナーではしっかり捉え切りました。義弘逃げろ、義弘逃げろ、3周を残して先頭に上がります。2番の高橋が続いて7番の松尾は3番手、高橋のインコースを狙う松尾ですがまだ届かず3番手、体勢変わりません。2番手3番手、高橋が前、松尾が後ろ、残りは2周回終盤戦です。松尾行った方が着くのかな、の山しっかりと抜け出してじわじわとリードを広げています。松尾きついな、2番の高橋ついていけません。となればこの2番手の位置を守りたい。でも来た、2番の高橋芳弘、それを切り返せるのか、7番の松尾博文、2番手争い接戦で青原が出てファイナルラップ、食らいついたオグリスが4番手、内に向けられないんだろう。先頭8番ここで入れられんのか、これは完全に抜けしました。来るぞ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 、2番高橋、やっぱこれねんだ、狙いました松尾、2番高橋、2番高橋が2番手、7番松尾は3番手、8番の青山、強いなこれ、4番手な、2番高橋2番手、7番松尾さん。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。昨日に引き続き散々な結果ではございました。最終レースとあと最初のレースしか今日取れなかったです。はい、明日ですね、準々決勝を取っていきたいというふうに思いますので、ぜひですね皆さんチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も一日お疲れ様でした。また明日お会いしましょう。ありがとうございました。